空き箱チャンネル。割と最近のことじゃった。エトロゲーム配信のための映像分配装置を自作するに至った経緯を説明したものの、撮影時に録画ボタンを押し忘れていたことに後日気づいたのであった。あら、いやだ、ツンデレ。それではご覧くださいませ。はい、まずはですね、こちらのケースに穴を開けていきます。まあ、まずど真ん中でしょ。ここの部分にですね、ドリルで穴を開けます。まずはね、ちっちゃい穴からですね。一気にでかいの使っちゃうと、これプラ板が、プラ板というかですね、素材が割れちゃう時があるので、でね、今やしっかりしてましたね。突き抜けたやつが裏を傷つけちゃうので開けてやりましょう。で、下にね、こういう木材とかを敷いておくと、下はね、廃材を使ってるので、穴が開いてしまってもね、まあ最後はどうせ捨てるもんなんでね、多少雑に扱ってもいいかなという感じですね。穴がでかくなるにつれてですね、摩擦力も大きくなるので、こう特にね、一番貫通する直前が一番摩擦力大きくなるので、その時にね、これ持ってかれないように気をつけてくださいね。しっかり押さえてください。まあ、やばいと思ったらね、手を離すのもありですね。で、今ね、6.5mm ですね。 6.5mm のドリルでちょうどね入りました。はい、でね、このあとね、熱いハンダを当てますので、これをね、こういう状態にしておいてくださいね。で、これをキュッキュッと、まあ必要あればペンチとか使ってね、締め上げましょう。で、なんかね、寄せ集めで作ったんで、よく見たらこれ若干ちっちゃいな、大丈夫かな、っていうのはあるんですけども、そしたらですね、こちらのケーブルなんですけど、長さはね、環境に応じていろいろね、変えてもらってもいいんですけど、まあ、とりあえずね、半分ですね。半分のところから、よいしょ、はい、切っちゃいました。で、これをですね、被覆を剥いていきます。はい、これね、束になってるんで、こうするから、まあ、この辺までかな。この辺まで、ちょっと枝分かれさせまして、ちょっとね、長めに切りましょうね。で、これをストリッパーで剥きます。被覆を剥きました。で、そしたらですね、これね、ちょっとここ1回失敗してるんですけど、これね、さすがある意味100均というか、まあ100円で作るにはね、しょうがないんですけども、ケーブルがですね、非常に細くてですね、引っ張ると切れる時があるんですね。なので、引っ張り、配線をね、取り回す時にどうしてもやっぱり引っ張られちゃうので、穴を開けて通したらですね、こう結び目を作って、こうほどけないようにね、抜けないようにしたいと思います。そしたらですね、まずはちょっとね、手を滑らせないように気をつけながら、穴をね、開けていきます。ということでですね、こういう感じで、引っ張ってもね、直接ね、中の方にはダメージいかないようにね、加工しました。でね、これやるときなんですけども、一応ね、ちょっと長さに差を、つけてみました。近い側は、こう短くね、遠いところほど、長く、取るようにしています。で、そしたらですね、ここに予備ハンダを、した後にですね、ハンダ付けをしていきます。はい、ということでね、ちょっと時間かかりましたけど、こういう感じで配線してみました。赤のプラスは赤のプラス同士、白のプラスは白のプラス同士、黄色は黄色のプラス同士、あとはね、グランドはまあ全部くっつけてもいいんですけども、まあそれぞれね、一応黒黒黒でつけてみました。で、こいつをパチンと閉じまして、プレステのケーブルはまずね、こっちの真ん中に挿します。片方のケーブルはですね、こちらのキャプチャーボードに
もう片方はねこちらの、プレステというか、液晶画面ですね、液晶画面につなぎました。はい、ということでですね、こちらのキャプチャーの画面にも映ってますし、こちらのね画面にも撮ることができました。これでね無事、配信とかもねやりやすくなりましたね。まあやっぱりねコンマ何秒ちょっとね画面見ててもらいましょうか。切り替わる瞬間見ててくださいね。こっちがこっちがねちょっとあのデジタル処理をしてるんで、ほらもう一回やりますよ。よっ、ほらコンマ何秒ね、やっぱりちょっとデジタル処理をするんで遅れるんですね。まあテレビのね映像を見てる分にはいいんですけど、やっぱりゲームやるにはねこのコンマ何秒がね、特に音ゲーなんかね、あの全部判定プアになっちゃうと思いますので、ビーマインとかだとね、ので、この辺はね重要なのかなというところで、これでね、完成です。それではみんなも作ってみるフィーユ、またね。